皆さんこんにちは。今日はやってまいりました。こちら愛知県の岡崎市でございます。現在私がおりますのは岡崎の中心的な駅、東岡崎駅でございます。こちらから音川という川を渡りまして、こちらの方に昔の中心市街地がございまして、この辺りが大体昔の東海道。岡崎の町には JR の岡崎駅もございますけれども、は市街地からかなり離れておりまして、実質的に市街地に一番近いのはこちらの鉄の東岡崎駅でございます。東岡崎駅前にはこんな感じでバスステーションもございます。電気が入ったような駅ビル、なんかいいですね。これは東海鉄道の東岡崎駅と岡崎市の中心市街地はこちらにございます。大きな川、音川によって分断されております。こちらの愛知県の岡崎市は三河地方のほぼ中央に位置しておりまして、人口は現在約38万人でございます。岡崎といえば全国的には八丁味噌の産地として知られておりまして、トヨタ自動車の町豊田市とともに周辺の地域三河を代表する都市でございます。人口は愛知県において名古屋市、豊田市に次いで第3位でございまして、こちらにも同じような自動車工業、三菱自動車工業の岡崎製作所を持ちまして、こちらも県内有数の工業都市でございます。そして岡崎市には現在も国の重要な幹線、国道1号線が通っておりまして、まあこちらは昔で言います旧東海道でございます。現在も東京の日本橋から京都の三条大橋まで昔と変わらず、ほとんど同じようなルート、同じような街を通っております。これがまさに大きな大きな国道、国道1号線でございます。国道1号線というのは大体大きな都市の周辺を通るときには混雑を避けて新しくバイパスができまして、少し迂回するようなルートを取ることが多いわけでございますけれども、こちら岡崎周辺にはそういうバイパスがないため、現在も国道1号線主要幹線は岡崎市内中心部を走っております。すでに見ましても、こちらが国道1号線、現在の国道1号線でございますけれども、私の旧東海道線もすぐ近くを走っておりまして、こちらがそうでございます。こちらの道が旧東海道線、でこちらの道路が昔の旧東海道でございます。昔の旧東海道は岡崎市内では現在でも立派な町の中心となるような大きな通りでございます。こちらのお店は東海道のすぐ横にあるようなお店でございますけれども、いやー古いですね。本当なんか創業が天明2年、旧東海道らしくこんな感じの説明がございました。朝鮮通信使、江戸の時代を通じて維新朝鮮は将軍に向け全12回の施設の派遣をしたそうでございまして、朝鮮から船でやってまいりまして、瀬戸内を通り大阪に上陸、京都に入りまして陸路で江戸に向かったそうでございます。岡崎宿は将軍に慰労の言葉を伝える最初の宿泊地でもございまして、岡崎宿での応対は一大行事でございました。まあしかしご覧のように岡崎っていう町は昔の歴史に富んだ町でございまして、中世の鎌倉街道や江戸時代の東海道の宿場町岡崎宿として、また徳川家康生誕の地岡崎城の城下町として栄えておりました。いやこちらの旧東海道沿い本当に古そうなお店が多い。そしてこちらにも有名なものがございました。岡崎宿東海道27曲がりでいいんでしょうか。昔から宿場というのは軍事的な施設でもございまして、かなりクランクが多いのが有名でございますけれども、こちらの岡崎城下はその典型でございまして、こんな感じで道が非常にくねくねしておりまして、なかなか見物でございます。こちらにも本陣跡がございます。思ったよりも岡崎市内中心部なく閑散としておりまして、ちょっと寂しい感じ。さてこちらにありました岡崎宿、東海道53地区の中でも江戸から数えて39番目でございまして、本陣が3軒も脇本陣も3軒もあったという本当に大きな宿場だったそうでございまして、まあしかもこの岡崎という地は家康の近親、幕府の要職に就いた譜代大名ばかりが領主となるような町でございましたので、質的には幕府の天領みたいなもんでございました。お膝元の町でございますから宿場は本当に大きかったそうでございます。いやしかし残念なのが、こちらの昔の旧東海道、現在でも岡崎を代表するような一番のメインストリート厚生通りとなっておりまして、今や完全に新しく生まれ変わり、昔の江戸時代の建物が全く残ってない、そこら辺はちょっと残念なところでございます。
あ、これは家康が若い頃の人質時代を過ごし、過去の晩年を過ごした静岡も同じでございまして、静岡にあります旧東海道も現在では静岡市内の一番のショッピングストリートとなっておりまして、その旧東海道の遺構が全く残っていない。まあこれは本当にしょうがないことでもございますけれども、まあ残念ですね。なんか大体日本で昔の宿場の雰囲気がよく残っている場所っていうのは、江戸の時代が終わると新たな交通手段、鉄道のルートが外れてしまい、かつての栄華を失ったような裏さびれた場所の方が私の遺構はよく残っているものでございます。まあしかし地図で見ますと、この周辺が岡崎市内の中心地なのでございますけれども、本当に人通りがなくてちょっと閑散としておりまして、ちょっと寂しい。やはり現在は鉄道の時代は終わりましたが、その鉄道の場所からも離れているこの中心地はかなり厳しいのではないでしょうか。こんな昔の街ではまず車で来て買い物をするにも駐車料金がかかってしまいますし、まあそれなら郊外の大きなショッピングセンターで買い物した方がいいというのが岡崎市民の本音ではないでしょうか。そして現在も町の近くにございますこちら岡崎公園、こちらには岡崎城がございまして、後の天下人徳川家康が生まれたお城でございます。最初にこちらの門が出迎えてくれます。こちらは岡崎城の大手門でございますけれども、こちらは復元でございまして、さらにまた本来の昔の大手門は全然違う場所になったそうでございます。また後世になって新しく完璧に作ったような、そのようなものでございます。あ、すごいですねこの石像は。徳川家康が武田信玄に大敗北を喫しました三方ヶ原の戦いの後に、この哀れな惨めな自分の姿を絵師に描かせた有名なものがございますけれども、絵を元に作った石像、いやなんかいいエピソードですね。なんか家康この大敗北がこの天下取りに大いに役に立ったとそう思います。岡崎城は門とか天守閣は復元でございますけれども、こんな感じで昔のお堀が残っておりまして、これはなかなかいいものでございます。そしてこちらが岡崎城の天守閣の復元でございます。なかなか立派。結構こちらの天守の周りにあります大堀もかなり深いものでございまして、ご覧のようになかなか見応えがございます。いやしかし岡崎城っていうのは家康にとってもちろん生まれた場所でございますし、そのうち今川家の人質となりまして何年も過ごしておりましたが、今川義元が桶狭間の戦いで敗れますと、徳川家康は生まれ故郷のこの城に戻りまして、自独立、その後は織田信長と同盟を組みまして後の天下取りへと進出していくわけでございます。いやしかしなかなか見応えがございました岡崎城。先ほども申したように天守閣や建物が復元されておりまして、一般の観光客も楽しめ、このように昔の石垣なども残っておりますので、城郭ファン、歴史ファンにとっても必ず見ておきたいようなスポットだと感じました。